そのやっぱ実家が貧乏やったからさ、うん、クリスマスの時はさすがにそのプレゼントみたいなのは一回あったよな。クリスマスプレゼント、うん、あ、ゲームってこと。ゲーム、俺はビーストウォーズっていうのが当時流行ってて、うわもう大好きだった、もう大好きね。トランスフォーマーね。そう、トランスフォーマーの1個なんですよ、ビーストウォーズで、まあクリスマスよ、うん、で、僕、その時まだ3兄弟、今僕5人兄弟なんですけど、うん、その時3兄弟で、兄貴、兄貴、僕、うん、で、僕と2番目の兄貴が、うん、まあ、近くで寝てるんですよ、うんうん、で、行っちゃう上はちょっと違う部屋で寝てて、うんうん、で、僕と兄貴、2番目の兄貴に起きたら、うん、枕元にそのビーストウォーズの、ネズミのやつとタイガーのやつ、あ、ラットルとチータスね、うん、がいて、懐かしい、うわーっつって、うん、めちゃめちゃテンション、ビーストウォーズで言ったら2番手と3番手やんな、そう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 、うわーってテンション上がってさ、うん、で、長男、うん、ってことはリーダーのコンボイ持ってるやんって。なるほどね、ゴリラのコンボイ、そうそうそう、で3人で遊ぼうみたいな感じで兄ちゃんのとこ訪ねてさ、うん、兄ちゃんトランプやったよトランプ嘘やん、そのなんか気使って言ったんかなと思って、その親にその俺は大丈夫みたいなトランプでええみたいな、だから3人ですぐババ抜きしたよ気使うもんな、めちゃくちゃ貧乏やったな。いやでも貧乏って芸人だったらやっぱその強みじゃん。いや強みやけどさ、そう、なんか辛かったと思うけどさ、うん、弟が僕7個もっと下かな、結構離れてて、うん、今高校3年生なんかな、うん、でそいつが初めてこの気を使えたな、このこいつの人生で初めて気を使うって行動をした時があって、うんうんうん、その電気止まってるから風呂も沸かせないんですよ、うん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 、ね、でなんか母ちゃんがなんかその一口コンロを、うん、その湯船の横に置いてその鍋に火つけてその温めてお湯温めてバシャみたいなのをやってんのよ。それでさ、いっちゃん上の兄貴はさ、切ないなマジで、一番上の兄貴はもうやめてくれみたいな言ってんだけどさ、そう電気真っ暗や、一口コンロの明かりだけでさ、なんかこんなんやっててさ、で弟が小学生ぐらいやったけど、うん、そのまあ、全然もう浅いよ、うん、浅いぬるいとか入って、うん、最高みたいな。いやー気持ちいいみたいな言っててさ、こいつ今人生で初めて気使ってるやんと思って、めちゃくちゃ切ないな、うーとか言って。